アヤたちと出会ってから数日しか過ぎていないけれど、長年の友を失ったようで少し寂しい。ファレンは口には出さないが、ラドリアのことが心配で仕方ないと思う。彼女は強い。私も見習わねば。ですが、感傷的になっている場合ではありません。ヘルヘイムに赴き、すべての憂いを断たなければ。なぜ異形が生まれたのか、これを解き明かし、残された聖竜の卵を回収するために、ヘルヘイムに行く必要があります。我々だけで、成し遂げなければなりません。無謀かもしれません。ただ、これ以上は誰も巻き込みたくないのです。誰も、この場から去る者はいません。皆、同じ気持ちなのです。ミドガルドの地に真の平和をもたらすために、必ず、成し遂げることをここに誓います。スカイカラスによって、都の宰相から知らせが届いた。都を再建した。オルタニア軍が、辺境に向かって進軍を開始したという。ミドガルドの安寧のために、そして王位継承者である私のために。ドラゴンを退けた今、彼らが到着すれば異形を一掃できるだろう。鉄の箱をこのままにしておくのはもったいないな。なんとか使えないだろうか。操る方法や砲弾などの取り扱いは、アキさんからもらったこの秘儀書に書いてあります。よし、それなら鉄の箱を効果的に使ってヘルヘイムを探索できそうだな。ありがたく使わせてもらおう。もうレンジャー部の皆さんはいません。今まで以上に周到に準備をして臨まないといけません。サリア、ヘルヘイムに向かう準備はどうですか？月夜さんからいただいたスマホという生きた絵札に呪文を教えました。これで誰でも一人で呪文を唱え、門を操ることができます。さて、誰が残り、誰が行くか決めなければ。サリアの知識と魔法は頼りになりますが、代わりはいません。そうだな、危険が多すぎる。やはり残るのは、メリーナとサリアの二人だろう。そうですね。皆さんの帰りをお待ちしています。メリーナにサリアの護衛を頼まなければなりませんね。そういえば、メリーナの姿が見えませんが。はぁ、13人が5人になってしまって、なんだかとっても寂しいみゃ。それにしても、ラドリア姉はどうなったのみゃ。炎に焼かれてしまったけれど、見つけて埋葬してあげたいみゃん。くんくんくん。この石の陰に隠れていたりして。えい！あ、地面に穴が開いているみゃん。穴から風が吹いてるみゃん。この風音、何かに似ているみゃ。あ、これってサリア姉の呪文と同じみゃ。死霊の歌って呪文だったみゃ。あれ、この光は異界の門が動いているみゃ。ここはどこみゃ？こら！
メリーナ、一体何をやらかしたんだ？メリーナじゃないみゃ。地面の下から呪文が聞こえてきたみゃ。ここはヘルヘイムです。あの絵と同じ風景です。本当に岩とマグマしかありませんね。オークが木を切り倒し大地を掘り起こしたので このような世界になってしまったということです。ここが炎と岩のヘルヘイム。伝説に謳われた漆黒のドラゴンを封印した世界。確かヘルヘイムというのはオークが支配していたはず。誰もいないとは。奴らはどこに行ったんだ？ドラゴンの気配もありません。オルタニアの国王と一緒に卵をこの地から。頭が。この地に父上と来た。異界の門はもともとオークが使っていたと聞いたことがあります。オークはヘルヘイムを消費すると異界の門を使って他の世界を支配しようとしたが、人間とエルフが協力してミドガルドからオークを追放したということです。おい、悠長なこと言っている場合か。このまま戻れなかったら。大丈夫です。ハルディナさんが転移する前にスマホのからくりを作動させました。心配しないで、無事起動したようです。間もなく帰れるはずです。キュイキュイ。チビにはここが生まれ故郷だってわからんだみゃん。ベビドラ、待ってください。ベビドラはあの塔に向かっているぞ。もしかするとあそこに青龍の母親がいるのかも。しかしいつ門が閉じてしまうか。大丈夫、門が閉じるまで時間は十分にあります。あそこまでなら行って戻ってこられるでしょう。わかりました。さあベビドラを追いかけましょう。本物の青龍に会えるかもみゃ。未知の世界への冒険に出発みゃ。この私が先陣を務めます。この剣に誓って役目を果たしてみせます。どのような任務も全力を尽くす所存です。敵の攻撃をしのぎ切りましょう。やってみせます。行動できる時間が少ないようです。サリア、
そういえばあの生きた絵札だが、あの数字は何だ？減っているようだが。その姉が生きていたみゃ。保険のためとかって言ってたみゃ。まったく、アスガルドの文明ってのはすごいな。
可愛らしいものね。それ。大変です。新たな敵が近づきつつあります。の勝利、まさに私の理想とする結果でした。美しい戦い方でした。
私も見習いたいものです。もっと強く。私は国を担うので。あんまり出なかったね。地味なのも悪くないかな。少しはお金の足しになったかな。異界の門の光が消えます。サリア、なんとかならないですか？すみません、こんな状況では集中できなくて。あちゃ、間に合わなかったみゃ。絶対絶命だみゃ。異形に取り囲まれましたね。私がベビドラを抱きかかえていれば。済んだことはもういい。こうなったら力尽きるまで戦うだけだ。強い魔力を感じます。今、異界の門が光ったみゃ。しまった、挟まれたのか。みんな、散開してください。門を操っているのは誰？来ました、備えを。三崎森学園レンジャー部参上なのだ。え？何？メリーナ、約束通り戻ってきたんだよ。美味しいお菓子もたくさん持ってきたからね。サキネ！再会を喜ぶのは後ね。話ができるぐらいには付近の異形を掃討しましょう。あれは戦車か。そんなものまで襲ってくるのか。くー、対戦車戦闘だな。いやー、楽しみが増えたぞ。あや、一体どうして。それはこっちのセリフだよ。なんで異界の門を閉めちゃったのかな。話せば長くなるのですが、私たちは一筋縄ではいかないレンジャー部ですからね。ミッションは陣装備を整えるよ。誰の装備を整えたいのかな。任務な、ま、秘められし力解放したいアビリティを選んでください。これはまだ解放されていません。解放いたします。ロックされてい、これはまだ解放されていません。解放いたします。最大、これ最大、これ最高、最高、最高、最大 HP が上昇します。これロックされ、これはまだ解放されていません。衣装のこれ色、これ色、これ色、これいろんな、これはいろんな属性の耐性が上がり、衣装の HP が上がります。これはまだ解放されて、ロックされている。これはまだ解放されていません。解放さ、これ S、 これ S、 これ SOD ゲージが拡張さ、これは SOD ゲージが拡張されます。ロックされているですって。私は王族ですのよ。守護者召喚。秘められマテリアルは、装備したいマテリアルを選ぶ組み合わせも大事です。どのマテリアルにしましょうか。スロットはどのマテリアルにしましょうか。スロットは足りるでしょうか。装備したいマテリアルを選んでください。決められし、ま、任務内、私の得意な武器を選択する場所です。敵をなぎ払う近接用武器です。
敵の攻撃もガード扱いやすい飛び道具、相談数が多く連続発射する飛び道具です。弾を複数敵をなぎ払う近接用武器です。任務内容に合わせて扱いや相談数が多く連続発射する飛び道具です。任務内容に合わせて選ぶことが剣同様、すべてを相談数が多く連続発射する飛び道具です。また守護者召喚、どの衣装を身につけますか。守護者召喚、どの衣装を身につけますか。どの系統の衣装で参りましょうか。これはこれ、私もこれ、ダークエルフは信用できません。たまには帽子もいいですね。どの系統のオブラにしましょう。どの系統のパンツにしましょうか。装備を整え、ミッションをプレイするよ。さーて、どの章を始めようか。成長したイサキモリの両翼の力を見せてあげる。私たちレンジャー部は岬森に戻って足りない装備とかをかき集めていたんだけど、いつの間にかメリーナのいるミドガルドに通じる異界の門が消えてしまっていたんだよ。あの時は本当に焦ったんだけども、ミナギと月夜のおかげでなんとか戻ってくることができたんだよ。その時の状況はこんな感じ。うにゃー、戻ってきたぞ岬森学園。よし、ここはお風呂にでも入って少し休憩するのだ。4日も行方不明だったんだよな。大変な騒ぎだろうな。メイカさんに何て説明すればいいのやら。まあ頑張って説明するしかないわね。血と汗と涙の体育祭はもう終わっちゃったんですよね。それどころじゃなかったけど少し残念だな。そうだな、せっかくの選手宣誓のサプライズを考えてたのに。あれ、なんか変ですね。体育祭の垂れ幕がまだありますけど。片付け忘れたとは考えられないな。なんか時計の進み方も変だぞ。おや、特訓用に配置した障害物とかもそのままだ。つまりどういうことだ。これはこちらの世界では時間が全然進んでいないと考えられるわね。ミドガルドにいた日数とこちらの経過した時間を計算すると100倍時間の進み方が違う。なるほど、浦島太郎と同じなのだ。レミさん、浦島太郎さんとは反対で、私たちの世界の時間が全然経過してないみたいですよ。時間の進みが違うとなるとまずいわね。シルビアさんたちと約束した時間が5分程度ってことになるわ。5分じゃ何もできないですよ。各自手はず通りに兵装と物資を。一刻の猶予もないわ、急いで。そんな門が消えちゃってます。まだ5分も経ってないのに、なんで消えてしまったのだ。大方自分たちだけで決着をつけようとして門を閉ざしたんでしょうね。ふう、まったく、あそこまで巻き込まれたら最後まで付き合おうってのが筋だよな。まあいい。どうするんですか。シルビアさんたちを助けに行かないと。安心しろ、日の本。手は打ってある。なあ、月夜。
サリアに預けたスマホ、実はちょっとした細工を仕込んでおいたんだよね。アラームのメロディーをサリアの呪文に変えておいたの。時間が来たら自動で呪文が流れるわ。さすが月夜さん。っていう具合になんとかミドガルドに戻ってきたんだよ。残っていたスマホの設定からメリーナたちが抜け駆けして伝説の竜を封じたヘルヘイムに行ったことを突き止め、で、無事にメリーナたちと再会したんだ。で、さあ、みんな元気にあの塔を調べましょう。ここは…どうやら気を失っていたか。ここは…そうか、あの鉄の箱の荷物室に潜り込んだんだな。止まったのか。誰が乗っているのか知らんが、隙を見て逃げるとしよう。あ、全部ハッチが開いている。誰かシャベルでも出したのかな。もうだらしないな。ちゃんと閉めないと。この剣に誓って役目を果たしてみせます。どのような任務も全力を尽くす所存です。指定ポイントに向かいましょう。やってみせます。行きましょう。Thank you.
到達。任務成功です。無傷の勝利、まさに私の理想とする結果でした。美しい戦い方でした。私も見習いたいものです。もっと強く、私は国王にな。あんまり出なかったね。地味少しはお金の足しになったかな。ここが一番中心の部屋、広いな。何にもないのだ。瓦礫だらけなのだ。何かあるみゃ。中央を見るみゃ。あれはドラゴンの亡骸ですよ。ずっと卵を守っていたのか。セイルの卵は大丈夫か。卵がみんな粉々に割れている。セイルはみなしに耐えてしまったということでしょうか。いいえ、死骸がないからきっと全部帰ったのよ。で、こんなにたくさん聖竜が生まれたっていうの？待ってください。卵の殻から異形化の兆候が感じられます。うわぁ、異形化した聖竜ってちょっと怖すぎるよ。あ、そこにいるのは誰？来たな。待っていたぞ。外が騒がしいから、もしやとは思っていたが。姉貴、無事だったのか。ラドリア、どうしてここに。ラドリアね、てっきりドラゴンに丸焼きにされたと。ダークエルフは結構しぶといのさ。あ、もしかして装甲車のトランクに隠れていたのは。ご名答、バレたみたいだな。キュイキュイ。ほう、聖竜も一緒か。大事にしないとな。もしかしたら最後の聖竜かもしれないからな。ラドリアさん、おチビちゃんを悲しませるようなこと言わなくたって。サリア、ここに来ても思い出せないか。ラドリアさん、この場所はもしかすると。覚えています。あの城塞のステンドグラスですね。そう、ここが予言の場所。王はそのベビドラの卵をここで手に入れたんだ。王に付き添った兵士たちはここで無数の異形と戦い、皆散っていった。王から卵を託された兵士がここから脱出し、ミドガルドに持ち帰ったが、あの漆黒のドラゴンはこの時を待っていたんだ。卵を追ってヘルヘイムの門を通ってミドガルドに現れた。父上はどうなったのです？いや、王がどうなったかはわからない。でも一つだけわかったことがある。あんたたちが多くの手先ではなかったことだ。疑って悪かったな。父上とあなたたちはなぜ今門を開けたのですか？何を恐れていたんですか？
ラドリアさん、教えてください。私は何をしようとしていたのですか？そうだな、お前たちにはそれを知る権利がある。それはだな。なんだ。あれは。全身全霊で撃ち抜いてあげちゃうよ。思いもよらない場所で死んだと思っていた姉貴のラドリアと再会した。姉貴によるとベビドラが幼すぎて青龍の五加護は効かなかったらしい。そしてドラゴンの火炎で開いた穴から地下迷宮に落ちてたどり着いたのがあの鉄の箱だった。まったく、姉貴は不死身だ。これもダークエルフの特性なのか。私も地下牢で飲まず食わずで1ヶ月耐えたしな。ここ力の塔の大広間、子供を守って死んだ青龍の体と無残に砕け散った青龍の卵を見つけた。青龍の五加護を受ければ漆黒のドラゴンを倒せるという。だが卵のかけらに残った兆候からすると青龍の子供は異形化しているのかもしれない。この地で亡くなったミドガルドの騎士たちも異形化して我々に剣を向けている。その姿を見ると怒りを覚える。あろうことかシルビアの父親までも。父上？父上ではありませんか。何か様子がおかしい。迂闊に近づくのは危険です、シルビア。父上、私です、シルビアです。助けに参りました。シルビア、下がれ。そいつはすでに異形化しているぞ。バカな、父上が異形になってしまったなんて。いいえ、違います。これは、異形ではありません。死霊です。人格も残っていない。確かに、王の剣と同じだ。強大な意志に操られた鎧と骸骨だ。取り込まれるか。開運ネックレス、頼む。聖竜を誰にも渡さないという強い信念が。開運ネックレス、五加護。いや、ダメだ。取り込まれる前に倒さないと。完全に支配されたら終わりだ。姉貴、これを。その首飾り、霊言新たかだな。だが、姫騎士、もう手遅れだ。せめて、この手で自由にして差し上げよう。いいえ、私がこの手で。父上、さようなら。戦場をかける王国の姫騎士、出陣です。
オルタニア湖の駅士、シルビア・オルタンシア、参ります。敵の主要戦力を倒しましょう。行きます。父上、あなたの教え通り手加減はいたしません。たとえ鎧兜のみとはいえ、父上に刃を向けることお許しください。陛下、安らかにお眠りください。亡霊といえども侮れません。陛下は魔王と呼ばれた戦の猛者です。行きましょう。もっとしっかりしなさい。魔力上昇を確認。ミッションをプレイ。装備を整えるよ。誰の装備を整えたいのかな。任務な私の得意な武器を選択する場。敵をなぎ、この剣に切り裂けないものは似合っているでしょうか。敵をなぎ払う近接用武器です。任務内容に合わせて選ぶことが大事です。扱いやすそう、弾を複数同時に団長たる剣、団長たるも弾を複数同時に発射する。任務内容、私の得、この杖があるから魔法が強くなるんです。複数の狙った敵に魔法を放つ、相談数が多く、弾を相談数が多く連続発射、装備し、どのマテリアルにしましょう。スロットは、
どの松、装備したいマテリアルを魔力で何でも、解放したいアビリティを選んでください。ロックされています。防御、まだアビリティが解放、まだアビリティが解放されて、防御時のダメージ軽減、メテオストライク！どの系統の衣装、どの組み合わせがいいんでしょうか。装備を整え、いろんなものが買えるよ。メリーナ様々、いろいろな子が多くの弾、大きめの弾を連続して打ち出す大きな飛び道具みゃん。一度にたくさんの弾、三段という鉄のつぶつぶを打ち出す近距離用の飛び道具みゃん。弾も大きて連射性能と集団性能が優れた飛び道具みゃん。遠くの弾も遠くの敵、貫通力のある大きい弾が硬いものも打ち抜ける飛び道具みゃん。爆発を巻き起こす強力な飛び道具みゃん。単発だけど弾速が最も速い爆発系の両弓は相手を捕捉して、魔法使いが使用する攻撃魔法が埋め込まれた杖みゃん。小型で扱いやすい飛び道具、様々なです。王国の女性騎士の衣装なのみゃ。そちらもよく似合っているみゃ。魔法使い、見かしら、運動するとき、こっちのバリエーションはどうかみゃ。王国の女性、運動すると、お城の召使いの、こっちのバリエーションはどうかみゃ。お城、お城の召使い、運動するときの衣装、不思議な力を身につけることができるみゃ。ふふな日、人差し指を使って気になる場所や、か水もふにふにの感触、生意気なあの子の口に頬張、水も滴る白くて甘く冷たい、冷たい水も滴るいい女みゃ。絶妙なジェット、ふんふふなマイドアリーなのみゃ。いろんなものが装備を整えるよ。任務内容に合わせて選択しよう。相談数、任務内容相談数が多く、任務内容に合わせて選択し相談数が多くの弾を同時に発射するから近距離で効果を発、任務、私もそろそろ任務、私多くの弾を同時に発射するから、相談数見て見て、学校の講師相談数も多くて、任務内容に私の得意な武器を選択、適用な任務内容に合って、この剣に敵を投げ払う近接用武器です。任務内容に合わせて選ぶことが、あ、そうだ、弾を複数、任務内容に合わせて選ぶ、剣同様弾を複数同時に発し、そ、似合っている、剣似合っているでしょう、剣団長たる、に団長たるもの、相談数が多く連続発射する飛び道具、ま、秘められし力、解放したいアビリティを選ぶ、これはまだ解放されていません、ロックされているです、これはまだ解放されていません、解放、最大 HP が上昇します、これはまだ解放、衣装の、いろんな属、衣装の HP が上がる、いろんな、これはまだ解放、いろんな属性、これはまだ、いろんな属性の耐性が上がる、これはまだ解放、いろんな属性の耐性が上がります。マテリ、任務内容に合わせて選ぶことが大事です。相談、任務内容に、魔法、弾、
装備を整え、ミッションをプレイするよ。さーて、どの章を始めようか。全身全霊で撃ち抜いてあげちゃうよ。この剣に誓って役目を果たす。オルタニア、この駅士シルビア・オルタンシア、行きます。父よ、あなたの教え通り手加減はいたしません。たとえ鎧兜のみとはいえ、父上に刃を向けることお許しください。陛下、安らかにお眠りください。亡霊といえども侮れません。陛下は魔王と呼ばれた戦の猛者です。行動できる時間が少ないようです。もっとしっかりしなさい。少しはお金の足しになったかな。まだまだ暴れ足りないよね。